どうも補欠カラスです。今回はレアルソシエダが先日のバルセロナ戦で勝利したこと、そして久保選手の見せたプレーに対する周りからの反応を紹介していきます。ソシエダ対バルセロナ、試合展開、久保選手のプレー。5月20日にラリーガ第35節が行われ、我らが久保建英選手の所属するレアルソシエダは前節エスパニョールとのダービーマッチを制してバルセロナとアウェイカンプノーで戦いました。バルセロナはすでに優勝を決めている一方、チャンピオンズリーグ出場権争い真っ只中のソシエダという状況が異なる中で両チームの試合となりました。その中でかつてバルセロナのカンテラで過ごした久保選手には古巣相手との対戦が期待されましたが、連戦の疲れが考慮されたのか、この日はベンチスタートとなりました。またソシエダは主力のダビドシルバ選手も怪我で欠くなどベストメンバーではなかった中、試合は開始早々の5分に均衡が破れます。相手ディフェンスラインにプレスをかけたソシエダのアレクサンダー・セルロート選手がバルセロナのジュール・クンデ選手からボールを奪って、そのままスピードに乗ってボックス内左に侵入し、右サイドでフリーになっていたミケル・メリーの選手に完璧なパスを送ると、最後はダイレクトでゴールに流し込み、あっさりとソシエダが先制ゴールを奪いました。まさかの失点を喫してしまったバルセロナはその後レバンドフスキ選手やウスマン・デンベレ選手など強力攻撃陣を中心にソシエダゴールに迫っていきますが、なかなかゴールは奪えず1対0とソシエダリードで前半を折り返します。後半に入ってもバルセロナは両ウィングから攻め手を見出そうとしていましたが、最後の精度が伴わずにいました。そんな中で迎えた58分、ついに久保選手がモハメド・アリチョ選手との交代出場でピッチに入りました。この段階でソシエダは4バックから5バックに変更し逃げ切り体制に入っていて、久保選手はセルロート選手と共に前線へ入っていたため、役割としては前線からのプレスやプレスバックをしながらどこまでカウンターに絡めるかがポイントになっていました。ソシエダはリードを守るためにチーム全体が低い位置で構える形になっていたことで、高い位置で攻撃を仕掛けることはできなくなっていましたが、久保選手はそんなゲーム状況にもしっかり対応して自分がするべきことを心得ていました。まず守備では前線からハイプレスをかけて自由にビルドアップさせるのを防ぎ、攻め込まれたらしっかりと中盤まで戻ってディフェンスして攻撃を分断させました。そしてボールを奪った時にはカウンターの意識も高く攻守両面に集中したプレーを見せていました。その中でも60分、久保選手はカウンターからボールをもらい、右サイドを駆け上がっていたアンドニ・コロサベル選手に絶妙なタイミングでラストパスを出してシュートで終わる形を作りました。さらに65分には右サイドで味方のパスがずれてしまい、ジョルディ・アルバ選手に奪われたところを久保選手がすぐに切り替えて奪い返します。そこから久保選手は間髪入れず積極的にゴールに向かってドリブルしようとすると、後ろからタックルしてきたアルバ選手に倒され、いい位置でファウルをもらいました。そして自ら得たフリーキックでは精度の高いクロスを上げるも、ここも追加点にはつながりませんでした。それでも71分に久保選手がソシエダにとって重要な追加点につながる素晴らしいプレーを見せつけます。バルセロナはソシエダ陣内でボールを回しながらフレンキー・デヨング選手がドリブルで仕掛けていきますが、そこに久保選手が鋭く食らいつき、デヨング選手の体勢を崩すとマルティン・スビメンディ選手がボールを奪い、すぐに久保選手にボールを預けます。そしてボールをもらった久保選手は一瞬で前を向いて迅速にドリブルで運び、うまく相手を3枚引きつけると、空いたスペースに走り込んだスビメンディ選手にオフサイドギリギリのスルーパスを送ります。こうして久保選手が生み出してくれた時間とスペースを存分に使って、スビメンディ選手は右サイドでフリーとなっていたセルロート選手へパスを送り、最後はしっかりとゴールへ流し込み、ソシエダは貴重な追加点を奪いました。アシストこそはつかなかったものの、このゴールを演出したのは久保選手のドリブル、そして相手ディフェンダーを引きつける力が 90% 以上を占めていたと言っても過言ではないほど素晴らしいプレーを見せていました。そして久保選手の華麗なゴールへの起点となったプレーにはファンからも、ディフェンダーが右の選手を追わずにフリーになったけどライン上げられてオフサイドになったの確認して左にパスしてるのか、すごいな。体は内に向けてディフェンダー引きつけてから外に流す、抜くドリブルは相変わらずうまいし、運ぶドリブルは進化してる。2点目のシーンとかドリブルのコース取りが天才すぎて並の人間のレベルじゃないと分かった。ちゃんと周りが見えてる中で左から崩す選択したのは久保のすごいところだなって思う。あそこなら出せなくもないディフェンダーの乱れだったけど、より効果的な崩しだったと称賛の言葉が集まっていました。その後ソシエダは90分にレバンドフスキ選手のヘディングで1点を返されてしまいますが、この1失点に防ぎきってラリーガ王者のバルセロナに2対1で勝利し、チャンピオンズリーグ出場権をほぼ手中に収める結果となりました。ちなみにソシエダが敵地カンプノーで勝利を収めたのは32年ぶりのことだったのです。この貴重な勝利に試合後ソシエダのイマルのアルガーシル監督は、長年勝利がなかったので信じられないような勝利を収めることができたのでとても嬉しいよと喜びの感情をあらわにし、今日まで長い間ここで勝てていなかったが厄介事を少し振り払うことができた。選手たちは実力で歴史を作りたがっているし、我々はマンチェスターユナイテッドやレアルマドリード、バルセロナに勝ってきたし、チャンピオンズリーグに出場するという大きな褒美を得るためにできる限りのことをやってきていると語りました。そして5位のビジャレアルと勝ち点差5で迎える残り3試合に向けて、アルグアシル監督は
は、我々は今日素晴らしい試合をした。バルセロナはここでこれまで2失点しかしていなかったが、我々は2点決めることができたし、さらに決定機が何度もあった。4位の座をキープしてチャンピオンズリーグに出場するために残り3節で全力を尽くすつもりだ。この勝利で我々は目標に少し近づいたが、これを継続する必要があると今後への意気込みを語っていました。また久保選手は自身の SNS に、難しい会場で非常に重要な勝利、火曜日には次のホームゲームがあるので共に勝利に向かおうと勝利を喜ぶとともに次戦への意気込みを表していました。皆さんはこのまま絶好調のソシエダがチャンピオンズリーグの出場権を獲得できると思いますか？コメント欄で予想を聞かせてください。久保選手に対するメディア、ファンからの声、こうして後半途中出場ながらも見事ソシエダの勝利に貢献する働きを見せた久保選手には、スペインの各メディアから様々な声が寄せられていました。まずマドリードの有名スポーツ紙マルカは、イマルのアルグアシル監督のチームの最も決定的な選手の一人である久保はバルセロナではわずか30分しかプレーしなかったと伝え、3点満点の採点ではセルロート選手、スビメンディ選手に次ぐチーム2番目となる2の評価を与えていました。その一方でアスでは、66分にフリーキックでセルロート選手への見事なクロスを送った場面を振り返って、とてつもなく魅力的なパスを送り、ノルウェー人フォワードはマーカーを振り切って頭で合わせたが、シュートはゴールの左に外れたと久保選手のキック精度を称賛していました。そして他にも久保選手について、彼はベンチを出てから完璧に自分の役割を理解し、カウンターのたびに自身の強みを生かした、さらに2ゴールを自チームにももたらすことができただろうとポジティブな評価を送っていました。またバルセロナのスポーツ紙ムンド・デポルティーボでは、久保選手のベンチスタートについて、タケ・クボやミケル・オヤルサバルが先発出場しないのは驚くべきことだ、おそらく火曜日にホームでアルメリアを迎えるからだろうとコメントし、途中出場から見せた久保選手のプレーについては、アンストッパブル、今回も素晴らしかったとシンプルにも称賛の言葉を送っていました。他にも地元バスクの日刊紙ノティシアス・ギプスコアでは、プレー時間の短かった久保選手に対して採点はなかったものの、いつも通りに決定的であり、ソシエダの2点目ではキーマンにサイドでのプレーで常に相手にとっての危険となった、別のレベルの存在、セットプレーでセルロートに絶好の決定機を提供したと評価していました。またスペインのサッカー専門サイトエル・デスマルケは2点目の場面を振り返って、タケ率いるソシエダのカウンターは素晴らしく、彼とスビメンディ、セルロートの連携でテアシュテーゲンを1対1で破ったと伝え、チュリウルディの攻撃にダイナマイトを持ち込んだことでその存在はピッチ上で注目を集めることとなったと途中出場から攻撃の起爆剤となったことを称賛していました。そしてサッカー記者のアドリアン・ブランコさんはバルセロナ戦の後に久保選手について、久保のレアル・ソシエダでの1シーズン目は抜群、プロとして最初の大きな飛躍を遂げた、イマルのは好意的な流れの中で彼に重要性を感じさせ、タケは数字一貫性、個性でそれに応えた、そして彼にはまだかなりのポテンシャルもある、物が違うよというように今シーズンここまでの活躍も振り返りながら久保選手を褒めちぎっていました。同じくサッカー記者のコラリー・フォーさんは、タケ久保はごくあっさりとプレーしてのけるね、今夜の試合で素晴らしい途中出場だった。さらにダゾーンでキャスターを務めるミゲル・キンタナさんは、スビメンディ、タケ・久保、セルロートのなんて見事なカウンター、本当に日本人選手は至宝だよ、レベルが違うとそれぞれ久保選手へのプレーに称賛の言葉を送っていました。こうしてメディアから多くの称賛を受けた久保選手に対しては、各クラブのサポーターからも様々なコメントが寄せられていました。まず対戦相手となったバルセロナのサポーターからは、今になって久保建英が完全に覚醒している、彼の驚異的な左足と俊足に決定力が加わり、目指してきた高い次元へと才能が昇華している、久保がこのバルセロナにいたらどうなったのだろうか、ボールが足に吸い付いていて1対1に強く、連携プレーもうまい、獲得できれば重宝する戦力になる、シャビが選手に求めるものを全てこなして、シャビのシステムで複数の異なる役割をこなせるオプションになるよ、身体能力、勤勉さ、賢さ、創造性、戦術面、技術面でワールドクラスの選手だ、もし彼がバルサを去らなかったらどうなっていたかっていつも考えちゃう、右ウィングのポジションは彼のものだっただろうと、かつてカンテラに所属していた久保選手をもう一度バルセロナで見たいという声が多く上がっていました。またレアルマドリードのサポーターからは、久保はビニシウスに次いでリーグで最も崩せる選手、うちにとって戦力になるよ、それに右と中央のどっちもやれるし、今のレアルマドリードに久保みたいなミッドフィルダーがいればかなりの戦力になるよな、セバージョスより上だと思う、久保はボール持って試合の主導権を握る天性のオーガナイザー、ロドリゴはしゃがみ込んじゃってカウンターを待ったりルーズボールを持ったりで、そこが大きな違いと、もともとレアルに所属していた久保選手をソシエダに売ってしまったことを後悔するような声が寄せられていました。またこのバルセロナ戦で久保選手はプレー以外でも注目を集める場面がありました。それはソシエダの2点目が決まった後の79分に起きたプレーで、久保選手は左サイドでボールを運ぼうとしたバルセロナのスペイン代表ディフェンダーマルコス・アロンソ選手を戦術的ファウルで止めようとすると、顔面に濃いか分かりませんが強烈な平手打
打ちを食らってしまいました。強烈な一撃を食らってしまった久保選手は顔面を押さえてしばらくピッチに倒れ込んでしまいますが、アロンソ選手に手を引かれて起き上がると、自らアロンソ選手に歩み寄って笑顔で握手とハグを求めるという素晴らしい対応を見せました。結果的にこのシーンに対してはファウルで止めた久保選手と平手打ちを食らわせたアロンソ選手の両者にイエローカードが提示されました。そしてこの一連の流れについてスペイン紙マルカでは、アロンソは日本のミッドフィルダーにファウルを受けた後、タケ久保の顔を平手打ちしたように見えた、レッドカードを出されずに済んだのは幸運だったと、本来ならアロンソ選手の行動はレッドでもおかしくなかったと批判されていました。その一方でアスでは、久保は選手としてだけでなく人間としても素晴らしいところを見せているというように、平手打ちを受けながらも笑顔で大人の対応を見せていた久保選手の人間性を称賛していました。久保選手が語った名手ダビド・シルバからのアドバイスとレジェンドからの評価、このように今シーズンソシエダで見せている素晴らしいプレーから、ラリーガの中でもすっかりトップクラスのアタッカーと評価されるようになった久保選手ですが、ソシエダで共にプレーするあの名手から貴重なアドバイスをもらっていたことをダゾーンのインタビューで明かしていました。そのチームメイトとは元スペイン代表ミッドフィルダーで、これまでバレンシアとマンチェスターシティで輝かしい実績を残してきたダビド・シルバ選手でした。シルバ選手はバルセロナ戦こそ怪我で欠場したものの、今シーズン37歳になりながらも衰えない足元のテクニックでソシエダの攻撃を牽引していて、16歳年下の久保選手も様々な影響を受けているといいます。久保選手はインタビューで、シルバはチームメイトを走らせる存在なんです。彼が走っているなら僕たちが走らない理由なんてどこにもないですよね。ボールを失って一番最初に走るのがダビドなんて決まりが悪いじゃないですか。彼は全てを勝ち取った選手で、もし歩きたいなら歩いていてもいいんです。だけど最初に走るのはいつも彼で、だから僕たちも激しくプレスを仕掛けて、それで多くのボールを奪うことができているんですと、ベテランでテクニシャンタイプでありながらも、シルバ選手が試合では真っ先にディフェンスに行くのを見て、久保選手たちも負けじとディフェンスに行くという好循環が生まれていると語っていました。また久保選手は、練習で彼のことは追わないです。可能性がないことは分かっているので、僕がプレスするのは彼がボールを渡す選手に対してですねと、シルバ選手からはボールを奪うことができないほどに未だ衰えない実力を認め、ピッチ上の彼は頼まなくてもアドバイスをくれますね。僕はいつもギアを1段上げてプレーしてしまうのですが、彼からは止まれ、そして見ろ、スペースはいつだって存在しているんだと言われるんです。そう、彼の長所の一つはスペースを見つけられるところにあるんです。シルバはいつも一人でいるように見えますが、それはスペースを見つけているからなんですよ。というように、百戦錬磨のシルバ選手から受けた貴重なアドバイスについて明かしていました。やはり実績を残してきた選手からのアドバイスというのは人一倍説得力がありますね。こうして現役のレジェンドから素晴らしいアドバイスを受けている久保選手について、ソシエダのレジェンドアイトール・ロペス・レカルテさんから評価されていました。まずレカルテさんは、ソシエダが久保選手を獲得した時のことを振り返って、多少の疑問は感じたよ。彼はまだ能力の一端しか見せていない印象があったからね。ずっとレンタルで転々としていたけど、自分のサッカーに適した環境を見出すことができなかった。その点ソシエダでようやく目指すべき将来の方向性というものを確立しつつある。あとはここからどのような選手に成長しチームに貢献していくかだ。その過程の中で我々は真の彼の姿を見ることになるだろうと、当初は疑問を感じたものの、徐々に自分のプレーを見せることができているのではないかと語り、そして久保選手の強みと課題について質問されたレカルテさんは、技術面ではボールコントロール、パス、ドリブルと素晴らしいものを持っている。プレーの引き出しも豊富だ。時々ボールに関わろうという気持ちが先行しすぎているのかもしれない。重要なのはいかにチームにインパクトをもたらすかだからね。ソシエダで重要な選手になれる可能性は感じさせるけど、最終的な評価の基準となるのはあくまで数字なんだ。好印象なのは守備面だ。苦手にしていると思っていたけど、体力的なハンデがある中で即時奪回を実行し、球際の攻防でも激しく当たりにいっている。彼はいつも真っ向勝負だ。その意味ではソシエダでワンランク上の進歩を見せている。確かに試合から消えてしまうこともある。でもそれはクオリティの高い選手にはよくあることだ。その点において彼に多くを求めるのは酷だと思う。というように意外にも久保選手が見せる守備での貢献について語っていました。今シーズンも残り少なくなってきましたが、間違いなくラリーガへ渡ってから最高のシーズンを過ごしている久保選手には、シーズン最後まで怪我なく走り抜けてほしいですね。今回はバルセロナに勝利したソシエダ、そして久保選手のプレーに対する周りの反応を紹介しましたが、レアルマドリードの B チームであるカスティージャでプレーする中井選手の凄さについてはこの動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。ということで、僕も底辺から世界レベルになれるように夢を見させてくれる人はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。